くよです。葵だぜ。ねえ葵、前からいろんな理由でテレビから消えた芸能人たちを紹介してくれてたよね。そうだな、結構たくさん取り上げたと思うぜ。私気になったんだけど、ああいう人たちって今何をして生活してるんだろうね。確かに表舞台に立った芸能人しか知らないから今何をしてるかって想像もつかないよな。そうそう。お笑い芸人をやってた人も今は普通の会社で働いてるのかな。ふーん、そういうことなら今回は衝撃的なビフォーアフターを遂げた有名人たちを7名紹介していこう。ぜひお願いするわ。最初に紹介するのは韓国の俳優ペヨンジュンさんだ。冬のそなたのヨン様だ。そうだ。2003年に放送されたドラマ冬のそなたがブレイクしたことで日本で人気が爆発。ヨン様と呼ばれ韓流ドラマブームを確立した俳優さんだ。1996年には、初恋というドラマで韓国国内視聴率 65.8% を記録したこともあるんだぜ。二人に一人以上が見たドラマがあるってとんでもないわね。そんな一時代を築いたペヨンジュンさんは2008年を最後に、日本のメディアにめっきり出演しなくなっているんだ。確かに一時期めちゃくちゃ名前を聞いたのにいつの間にか見なくなってたわね。実はペヨンジュンさんは現在実業家兼投資家として大成功してるんだ。2006年3月にソフトバンクコリアと共に上場企業を買収し、キーイーストという芸能プロダクションを設立しているぜ。芸能プロダクションの社長をやってたなんて知らなかったわ。キーイーストは多くの人気タレントが所属する大手プロダクションに成長しているぜ。ペヨンジュンさんがメディアに出なくなったのは事業が忙しくて俳優業に手が回らなくなったからだと言われている。そして現在はキーイーストを売却して実業家として活動しているんだ。ソウル市内にカフェを作ったり企業に投資をしたりといろいろやっているようだな。まさかそんなことになってるなんて、じゃあ相当稼いでるんじゃない？そのようだ。2019年に発表された韓国芸能人株長者番付では、推定44億円で4位にランクインしていたぜ。40億なんて想像もつかない金額だわ。俳優としていた地位を最大限活用して大成功してるなんてすごいわね。俳優時代と現在を比べれば間違いなく今の方が儲かっていると思うけど、俳優時代がなかったら今ほど成功してないかもしれない。俳優ペヨンジュンがいたからこそ今の成功があるんだろうな。流行ってた時に応援してたファンからすると嬉しいでしょうね。需要が落ち着いたらファンイベントとかを開いてくれたらいいわね。二人目は女優の鈴木蘭蘭さんだ。この方はどういう方なの？中学生の頃に原宿でスカウトを受けて芸能界デビュー、数年間モデル活動をした後、1992年に女優デビューをしたんだ。ちなみにスカウトを受けるために原宿を歩いて名刺を20枚ほど受け取ったらしい。モデルになるべくしてなったような人なのね。転機が訪れたのは1994年、子供向け番組ポンキッキーズに安室奈美恵さんと共に、シスターラビッツとして出演し大ブレイクを果たした。不思議系キャラとして、バラエティ番組にも引っ張りだこ、歌手デビューや2年連続 CM 女王など90年代の人気女優になったんだ。それほど人気な方でも今は見ないよね。そうだな。きっかけは1999年にマドンナに憧れてニューヨークに留学したことだ。帰国後にランランという名義でアーティスト活動を開始し、バラエティ路線を封印したためメディア露出が減ったんだな。なるほど、新しい路線を開拓しようとしたのね。そして2022年現在、47歳になった鈴木蘭蘭さんは舞台女優、歌手、そして実業家として活動している。舞台女優と歌手は過去の経験からわかるけど実業家。2014年に売れるという会社を設立して基礎化粧品ブランドのプロデュースをしているんだ。表舞台に顔を出してなかっただけで裏では社長として活動してたのね。さらに舞台女優としても実力を示しており、主役級の代役を多数こなしていたため、代打女優という異名で呼ばれているそうだぜ。主役級の役でも代役をこなせる実力のある女優ってことね。一見けなしてるようにも感じなくはないけど鈴木さんの場合は完全に褒め言葉よね。雑誌のインタビューでマイペースに歌手活動も再開していると発言している通り、2018年には活動30周年記念ライブを開催、2019年には新楽曲をリリースしている。90年代とは別の舞台で大成功を収めているんだぜ。成功を別の業界で活かせるってすごいわね。3人目は俳優の上地雄介さんだ。上地さんって俳優だったんだ。私は歌手のイメージがあるわ。歌手もやってるからそのイメージは間違ってないと思うぜ。ただ芸能界デビューのきっかけは俳優だったんだ。1999年に TBS のドラマで芸能界デビューをしているぜ。そうだったんだ。俳優としての上地さんはあまり見たことがないから知らなかったわ。
デビュー後は脇役としてドラマや映画に出演していたが、2007年にフジテレビ系列のバラエティ番組クイズ、ヘキサゴン2に出演したことがきっかけでおバカタレントとして一躍有名になったんだ。確か同じような人たち3人でアイドルユニットを組んでたよね。周知心だな。同じくクイズ、ヘキサゴン2に出演していた鶴野武史さんと、野久保直樹さんと上地さんのアイドルユニットだぜ。懐かしいわね。このことがきっかけで2009年にユウスケという名義でソロデビューをし、ドラマで自身初の主演を務めるなど歌手、俳優業ともに人気が出てきたんだ。しかし2011年8月、ある出来事が起きたことで徐々に仕事が減っていくことになる。業界から干されるほどの事件。それがお笑いタレントの島田紳助さんが芸能界引退を表明したことだ。そんなこともあったわね。確か裏社会と繋がっててどうのみたいな話だったよね。そうだ。上地さんは以前から島田さんを芸能界の父親のように慕っていたそうなんだ。島田さんが引退を決めた時も引き止めるために自宅に訪問したという話もある。なるほど、大好きな島田さんが芸能界を引退したことがショックで仕事を減らしていったのね。そうじゃない。上地さんは裏社会と繋がっていた島田さんを自身のブログなどで擁護しまくったんだ。この行為に上地さんが出演していた CM のスポンサーや番組制作サイドが危機感を抱き起こされてしまったんだな。ああ、業界としては許されないことをした島田さんを擁護して自分の地位を危うくしちゃったのね。そうして芸能界での仕事が激減し上地さんを見る機会が減ったわけだ。しかし上地さん自身の人気がなくなったわけではない。現在は歌手として13都市20公演の全国ツアーを行うほど人気を集めているんだぜ。テレビで見なくなっただけで歌手としては大人気なのね。上地さんには根強いファンがたくさんいて固定ファンだけでライブが成り立つほどらしい。それほどまで固定ファンがいるから上地さんの人気が落ちるのは当分先だろうな。きっと人を引きつけて離さない魅力があるんでしょうね。いつか俳優としても復活できるといいわね。4人目は演歌歌手のジェロさんだ。日本人のおばあちゃんを持つクォーターで、小さい頃からおばあちゃんに演歌を披露するうちに演歌を好きになっていったそうだ。アメリカ人の演歌歌手だと思ってたけど日本にルーツを持ってたのね。ピッツバーグ大学在学中に日本に3ヶ月の語学留学をした際、本格的に演歌歌手になることを決意し、大学卒業後に日本で働き始める。仕事の傍ら NHK のど自慢に出演するなど、各地のカラオケ大会に出場していたらしい。自分の実力が多くの人の目に入るようにしたのね。その活動が実を結び2005年にビクターエンタテインメントのスカウトを受け歌手になったんだ。それから2年の訓練期間を経て2008年に海行きでプロデビューをすると、瞬く間に注目を浴び、日本レコード大賞最優秀新人賞受賞や紅白出場などを果たした。鮮烈なデビューだったのね。確かに当時はすごく話題になってた覚えがあるわ。その後のシングルもオリコン50位以内を連発し、演歌界のスターとして活躍していた。でも現在はジェロさんの名前が話題に上がることが減ったと思わないか。間違いなく減ってるよね。今回葵が取り上げてくれなかったら私も忘れたままだったもん。ジェロさんはメディアで取り上げられなくなっただけで、コンサートやライブの活動は2018年まで続けていたんだ。しかし2018年5月に芸能活動の休止を発表し、現在は IT 系の会社でエンジニアとして働いているぜ。歌手からエンジニア、面白いキャリアね。実は歌手活動の傍らボストン大学の通信制大学院を卒業していたそうなんだ。そしてその経験を生かすために転職を決意したらしい。歌手は実力さえあればいつでも戻ってこれるけど、 IT の世界は日々状況が変わっているからな。都度情報をアップデートしないといけない世界に入るなら今しかないと思ったのね。2022年現在もジェロさんはエンジニアとして働いているけど、会社の忘年会でステージに立ったり、演歌仲間と会ってる写真をツイッターに公開してるから、いつか復活することがあるかもしれない。ファンの人はジェロさんの今後の動きに注目ね。5人目は俳優の加藤春彦さんだ。1989年のテレビドラマ中学生日記に出演したことで俳優デビューをした方だぜ。中学生日記って、素人の中学生を起用して制作された NHK のドラマだ。中学生の日常を忠実に再現するために出演者にアンケートを取ったり、現場の教職員に取材するなど、中学校のリアリティを追求したドラマなんだ。じゃあ加藤さんは事務所に属してないまま俳優デビューしたってことになるのね。そうだ。本格的に芸能界に入るきっかけになったのは、1993年のジュノンスーパーボーイコンテストで審査員特別賞を受賞したことだ。その翌年には TBS のドラマアリオサラバに出演し、俳優として本格デビューを果たした。変わった経歴で俳優になったのね。中学生日記とアリオサラバ、
そして1995年の NHK 連続テレビ小説柱んか、で知名度を一気に伸ばすと、大ヒットドラマ神様、もう少しだけや相棒シリーズにも出演するほど人気の俳優になったんだ。スポーツブランドアルペンの CM を約20年間も担当していたから、そちらの印象が強い人もいるかもしれないな。私が俳優に疎いからかもしれないけど、最近はあんまり名前聞かないよね。ああ、どうやら2003年頃に仕事が忙しすぎて体調を崩したことで仕事を絞ることを決めたそうだ。2006年以降からメディアの露出が極端に減っているぜ。そんな加藤さんは現在、別人かというほど見た目がおじさんになっていると言われているんだ。当時の感じを想像するとあれってなるけど、普通の人に比べたらやっぱりかっこいいと思うな。まあそうだな。けどデビュー当時の爽やかな加藤さんが好きだった人からするとショックだろう。とはいえまだ10代だったデビュー当時と40代後半の今とを比べるのも酷だと思うけど。見た目がおじさんになったっていうか年齢がおじさんになったから。見た目も年相応になったって感じじゃない。まさに年相応って感じだな。一家の大黒柱の貫禄が出てると思うぜ。今もメディア露出は少ないけどたまにドラマとかに出演してるから。昔ファンだった人はぜひ注目してくれよな。今の加藤さんも若い頃とは違った魅力があると思うわ。6人目は子役の寺田心くんだ。3歳から芸能活動をしていて、子供ながら大人かおまけの礼儀正しさで驚いた人は多いことだろう。心くんが出てきた時は本当にびっくりしたわね。演技力も素晴らしく2014年のドラマ明日、ママがいないや。2016年のアワーハウスなど数々の人気作に出演している。子役の子って本当にすごいよね。今の私が子供に転生して子役になれって言われても絶対にできないもん。あの子たち人生何周してるんでしょうね。また、あまりに子供らしくない態度からやらせや親に言わされてると考えた人も少なくないと思う。いろいろな意味で注目を浴びていた子役だったな。すごく可愛らしい反面たまに本当に子供、って思うようなことを言ってたから。そういう考えを持つ人がいるのも不思議じゃないわね。しかし2022年現在、心くんは14歳で中学2年生だ。身長は150センチ以上まで伸び声変わりしてすっかり別人になっているぜ。私も CM で心くんの声を聞いたことがあるから声変わりをしてたのは知ってたけどもう中学生になってたんだ。親戚の子供に対する感想みたいだな。小さい頃から見てたから実質親戚の子供みたいなもんでしょ。絶対違うな。幼少期の可愛さ全開の見た目から一変してイケメン美少年に成長した心くんに対して、ネットでは思った以上に美少年に成長してる、いつの間にこんなにかっこよくなったんだ、と絶賛されているぜ。芦田愛菜ちゃんの時もそうだったけど、子役の子が成長しても第一線で活躍してるとすごく嬉しくなるのよね。つくよと同じような人は結構多いと思うぜ。心くんは今も精力的にドラマや CM、バラエティ番組に出演しているからこれからも見る機会はあるだろう。まだまだ成長すると思うしこれからが楽しみな俳優さんだな。時間の流れは早いわねー。これからも活動を続けてほしいわ。最後に紹介するのは女優の松井和代さんだ。1957年生まれの65歳で、1979年に芸能界デビューをして以来数々のドラマや映画に出演してきたベテラン女優だぜ。代表作は映画マルサの女、肉体の門などだ。昭和の時代に活躍してた方なのね。元旦那さんとの離婚のことで色々と大変そうだったけど。今回紹介するのはそのことじゃないぜ。あら、そうなの、また別の路線で活躍されているのかしら。ああ、松井さんは女優業の傍ら2000年に。月刊マンション、我が闘争日記ゼネコンに勝った、壮絶600日の全記録という本を発表し、エッセイストとしても活動することになったんだ。さらに松井棒をはじめとした掃除用具やキッチン用品を多数プロデュースして巨万の富を得ている。一説では100億円ほどの稼ぎがあったと言われているぜ。そんなことしてたんだ、全然知らなかったわ。プロデュース業で大成功したためか松井さんは2000年以降女優業をほとんど休止し、メディア露出が以前より少なくなった。だから現在の松井さんを知っている人は少ないと思う。そりゃ100億円も稼いだらそれ以外の仕事を全部辞めても全然痛くないよね。そんな松井さんは現在投資家やブロガーとして活動している。特に投資の収入は大きく、東京オリンピック前の不動産投資やアメリカ大統領選のタイミングでの投資で大勝ちしたという噂もある。100億を元手に投資で生計を立ててるのね。勝負感が鋭い方なのかしら。住んでいる場所はアメリカニューヨーク州で最高級エリアのマンハッタン中心部に立つ。90階建ての高層マンションの一室とこれまた凄まじい。資産の大きさが伺えるな。私も住んでみたいわ。
何かで一発当てればつくよでも可能性はあると思うぜ。ただつくよは知らず知らずのうちに違法のものに手を出しそうで怖いから十分気をつけろよ。そこまで世間知らずなつもりはないけど気をつけるわ。といった感じであの有名人の現在を紹介したがどうだった？別の世界で大成功してる人が多くて驚いたわ。一度成功した人はその人脈があるから別の世界に行ってもうまくいきやすいっていう傾向は、あると思うけどそれにしてもすごいよな。私も頑張ろうって気になったわ。一回大成功してその後の生活の保証をゲットしてくるわ。期待せずに待ってるぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。